楽しみですね、今日は。どうぞ。天気もいいしね。めっちゃ天気いいじゃないですか、今日は。お盆前にさ、はい、お盆の時に休暇なんか取れないじゃん。そうですね。まあ家族サービスもある。そうなんですよ。だからもうこういう風にね、2泊3日のね、うん、温泉と一足早いよ、なんかお盆休みみたいなね、まあ、いやでも天気がいい、最高ですよね、もう。だからもうやっぱりね、オフだと、はい、渋滞もあんまり苦にならないね。そうですね。だから時間ありますからね。いや、たまにはこういうところもあっていいよ。そうですよ、今日はあれですよ、僕の知り合いね、温泉やってるから。いや悪いな、温蔵師なんですよ。いや本当、はい、なんか一泊5万ぐらい。ゴルフ好きなんだろ。その人、そう、ゴルフ好きなんですよ。でゴルフもやろう。昨日送っといたからね。バチシですか。バチゴルフもやるし、久々のゴルフです、私。でなんかめっちゃ安してくれるんですよ。まあ一回行ったことがあって、うん、5年ぐらい前かな、行ったんですよね、うん、ならカニとかいっぱい出してくれて。ああ、いいね。それもあれですよ、4万8000円ぐらいの部屋を1万円ぐらいにしてくれたんですよ。いやー、はい、本当だろう、ね、いや、これほんまの話ですよ。その人まだあれなんですよ、温泉でね、その温泉をまだついでない時に僕知り合ったんですよ。ほう、はい、いやー楽しみですね。いや、ほんと久々だよ、休暇は。で、なんかね、ちょっとなんかそこでなんかできたらいいなとも思うんですよね。何が？なんか夜、なんかちょっと怖いとこあったら、なんかガチ取れんのちゃうかなとか。いいよ、もう。え？いや、せっかく行ったし、1本ぐらいなんか取っといた方がいいんじゃん。俺今日はやんないよ、明日ゴルフだもん。7時からラウンドだろ。7時からラウンドだったら、5時には起きなきゃいけないから。まあ確かにそうだね、やっぱり寝とかなあかんし。そうだね、うん。ただし今日はもうあれですよ、今日はちょっと海も行きたいな。あー、いいっすね。門松俊樹聞いてるからさ。海だよね。 Take it to the、 なんやこんな日もあってもなんかバチ当たらへんでしょ。だいたい今までちょっと働きすぎだったね。ね、そうよ、体張って怖いとこ行って怖い思いしね。いや全く、うん、うわー、でもな、この頃伊豆だもんな。伊豆だから姉ちゃんとこの遊びはないね。そうですね、もうそれもうね、そんなお金使うんだったらゴルフに使いたい。そうですね、うん、許可に食べよう。温泉入ってちょっとゆっくりして、明日は朝からゴルフ行ってね。Take it to the sky。 あ、ね、ゴルフバッグも送ってバッチシですか。送った送った。高いんだよやっぱりゴルフバッグ。まあちょっと値張りますけど、ね、まあでもそんなんご褒美じゃないですか。全然、うん、ねえ、だから車に積んでいくって言ったんだけどな。いやもう車に積むんやったらもうそんなのバー送っといた方がいいですよ。そう、はい、大体さ、音楽流せないもんな、温泉は。まあ確かにそうですね、そういう問題ありますから。いいですね、今日は。おバカ野郎、仕事しやがれこれ野郎。一生懸命運べよお前ら。事故んなよ、事故んなよ、運べよほら、俺らはまあ平日の日分割行くぞ。なんかいいっすね、この平日ね、こうね、みんなが仕事やのにね、働いてる中に俺ら温泉をバーン使ってね、でゴルフやってね、門松俊樹を聞くと最高やないですか。ざわみろ、最高や。いやほんま良かったよこれね。土日は混んでるからね、やっぱりね。そうだね、うん、こういう商売してたらこういう平日にね。露天風呂あるのかな。露天風呂ありますよ。あ、そう、はい、ほうほう、
お肌スベスベになりますよ。いや別に肌スベスベにならなくてもいいよな。いやなっといた方がいいですよ。そんなそうかい、はあ、なることに越したことないですから。クラブ磨いてたんですよ。もちろんですよ。もうピカピカにして送りましたよ。ほんでね、靴買ったの。あ、ほんまですか。うん、2980円で気合入ってるじゃないですか。そう、あのペコーンで破れてたんでね、はいはいはい、あのナイキでないかなと思ったら、はい、ちょうど片落ちのやつが売ってて、はい、2980円だったんですよ、ポイント使って、はい、もう新しい靴を使ってですよ。もうまさにゴルフ行けって神さんが言ってるようなもんや。悪いけどね、俺最高330ヤード飛ばしたことあるんですよ。あ、すごいパワーじゃないですか。いやそうですよ。だから今回はちょっとあの新記録っていうかね、350ぐらいまで行っちゃうかな。悪いけど、うん、そういうなんか出るんじゃないですか、350ヤード。いや全くだ。はい、僕はちょっと海の家でまずい焼きそば食べたいな。普通に食ったらまずいけど、ああいうとこで食ったらうまいってなんか言いたいな。あ、なるほど。僕はなんか温泉と食に今回はちょっと満喫したいな。だいたいカメラがいまいましいもんね。え？うん。いまいましいとは。え？いまいましいとは。今日カメラ回さなくていいっていうのが最高にいいですよ。あ、そういうことだね。そうそう、ライトが足りるかバッテリーが足りるかとか考えなくていいかもな。プライベートのなんかあのあれじゃないですか、記念動画。いやいやいや。記念写真も撮らないから。だって今のだって回す必要ないから回してないでしょうよ、バッテリーのこと考えると。でも回してないです。なんでカメラをね、お前まさかガチ行くつもりじゃねえだろうな、本当に。俺絶対行かないからな。いやいやいや、今日はちゃうんすよ、今日は。僕はあれなんですよ、それで業務がそうやってなんかはっちゃん言うし、分かりました言うておったら、何や仕事の話かな思ったら今日この話ですよ。なるほど、はっちゃんの友達いるんだってみたいな話の。そうです、前その話してたの覚えてくれてたんですよ。いやプレゼント、まさかそんな話になる思わないでしょ。250円玉くらかされた人間の予算でだよ。音声をビャーッとつかりカニを食してだよ。カドワフト式を聞きながらねえ、立って踊って、まずは一発目何食べます。そうだな、ドライブインで、はい、なんかあの結構好きなんだよね、あの屋台。ああ、そうです、ドライブインのね。いいね。ああ、そこで食おうかな。行きましょう。そのあれね、ホテルに着くまでももう始まってますからね。もうね、ほら旅は始まってるよ。バカ、何がガチトラだよ、本当にもう運転の差だよ、一月前と。ちょうど一月前だよ。あ、ほんまですね、そういうの。ねえ、福島まで行かされてたよ。あ、もう忘れましょう。もうガチトラは忘れよう。はい、もうあんなやってたらキリがね。そう、キリないっす。体が持たないし、精神的に持たないな。きつい、きついですよ。ガチはなんだかんだ言って回っても2カ所だから、はい、あれだけれども、トラベルってもう、いやー俺の企画が悪かったよ、ホント。いやだって高橋さんも自分でやってしんどい思ったでしょ。思った。いや君はもっと死ぬかと思った。いや今その言ってくれたその言葉がちょっと救いなんですよ。あのね、俺すごい反省してたんだ。そりゃね、俺はどこ行くかもう決めてるからね。はい、いやほんまそうですよ。だってあと何本で終わりだなとかね、はい、そういうのがあるからまだ気が楽だけど、はい、何とえ、あ、もうちょっとで足柄つくなあ思って。いちいちカメラ俺見たくないんだよ。俺
悪いけどこの3日間は本当にカメラ見たくないんだよ。いやいや、この思い出のあれですよ、記念動画撮ってるんで。ああそうだな、あ四ツ谷のクソビッチと熱海に旅行に行ったな撮っときゃよかったな、リベンジポルノとか行ってさねえ、これ流してほしくなかったらみたいな言ってなかったな悪い悪いじゃないですか、カメラ持っときゃよかったよ。悪い悪いでしょ、なさん今日なんかねえ、いいっすね今日なんか全然あれですもん、怖いあのあれ道じゃないですもん、ダメだよお前ハイウェイです、ハイウェイアクエリオンだもんアクエリオンっすよねBGM なんか流さないよ、悪いけどアクエリオン、アクエリオンってこの足柄行った、足柄行ったから好きだぞ、雲が足柄山の金太郎ってやったね、足柄です、やったぜアクエリオン、アクエリオン気持ちいいって言ったからね、そう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 、星合体合体するんですね、アクエリオンパチンコもやっちゃおうかな今日。あーいいっすね、温泉街のねパチンコなんか出やしねえけれどもな、娯楽じゃないですか、あーやっぱりね浴衣着ながらパチンコやる、あーいいっすね一万年合体する、買ってもったパパでない発生ピーター足しても、まだまだ合体しても外すみたいな、一億円なんてもが死んだのに、はい、パーキング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 、おお、やっぱ平日やし空いてる、昔はね足柄インターもね出したかったんだけどね、あー腹減った、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 富士山エリアとかいうのもあるらしい、どうはっちゃん楽しみやな、あー腹減った、あーでも今日は晩飯豪華やし、ちょっと腹減らしとかだな、そういうのもええな、そういう考えも楽しいね、イエイイエイイエイ、お、なんか、なんだあれは、あ、のあれですね、なんかあ、これテレビで見たぞ、あれだな、のの、がやってる番組がランキング入らないなチャンネルで、おい俺たちはいつも1位に取ってるぞ、まあ、その差はなんだ、まあ、今日はそんな話はいいじゃないですかあ、全くだ、今日はそんな話でもね、よし、一番いいとこがあるけどな、シャイシャイエドポジション、いいじゃない、あの絶賛コラボ中って美味しそうだよ、行こう行こう、うわ、うまそう、うまそう、よし、行こう、よっしゃ、こっち行こう、今何ちゃう、じゃあ1本だけちょっと電話だけしていきますわ、あ、分かった、俺、よいしょ、よいしょ、めっちゃ浮かれてるぜ、田川さん、ほんまにあれやで、温泉行ってゴルフやる思て喜んでるしアホやまさか今からガチトラベル行くとは思ってないし、ほんまに高橋さん、今からガチトラベル行くんですよゴルフとかそんなんちゃいますからねほんまアホやここまで騙されたしな、ほんま今日はちょっとあれやで、あの騙す返しでドッキリやし、これ今からガチトラベル静岡行かされると面白いですちゃんと持って、いろいろ持って書いて持ってきたから今日はレジュメなんかほんま毒舌っていうか、もうわけわからん、なんかダマくらかしてとか言ってたけど嬉しそうになんかなら並んでるし、何食べようかなとか
並んでる。あ、呼んでる。ちょっと行こう。よいしょ。え、どうしたんですか、どうしたんですか。あの、しらすは、え、しらすと、桜エビのこのわっぱ飯。わっぱ飯。そうだ、行くぞ。行きますか。とりあえず、何ですか、買うんですか。それを食べに行こうよ。とりあえず何食べるんですか、それ。え、わっぱ飯。まあ、回さなくていいよ。よし、タワさん、はい、何、え、何、わっぱ飯食べるんですか。もちろんだよ。そんな予算ないっすよ。いや、ある、大丈夫だって。タワさん、これ小遣いくれるの。何言ってるんですか。あ、ジョーが預けとけっていうやつ、これね、これ使っていいんでしょ。1万円でしょ、2万。ほら、わっぱ飯食えんじゃん。さあ、皆さん、始まりました、ガチトラベル in 静岡。面白い。君はだいぶ面白いこと言えるような。だから、ちょっと え、ゴルフとか何言ってるんですか。ゴルフ、行くんですか。ゴルフ、いいって。温泉行くとか。あちゃん、マジでいい。あの、普段のガチとかだったら俺カメラ回って他の人がいても全然恥ずかしくないんだけど、プライベートはやめてほしい。いや、めっちゃ恥ずかしい。いや、今オープニング撮ったじゃないですか。ガチトラベルイン静岡、イエーイ言ってたじゃないですか。何言ってんだよ。いや、だからガチとガチトラベルの撮影だったら俺、人が100人いようが200人いようが全然恥ずかしくないけど、プライベートは。いや、これいや、ハちゃん怒るよマジで。常務からの予算。え、どう。ドッキリ大成功。はい、高橋さん、始まりましたよ。こっからガチトラベルが始まってるわけですから、今回は静岡です。面白かった。今日の企画書はちゃんと車の中にあるんだ。やろお前、ふざけんなよこの野郎。ちょっと待って。で、今ジョブとね、やっぱり電話してたんで。まあ。そんなん撮ってるわけないじゃないですか。はい、これ今日の電車です。はい、今日は行けますからね。撮れるだけ撮りますからね、これ。お前、1日目よう呼んでください。ゴルフバッグは、ゴルフバッグなんかもう送ったの。いや、もうあれですよ、家の奥さん多分引き取ってますよ。送り返されてますよ。え、靴までこうなんすか。それ履いて、ちょっとあれ、心霊スポット行きましょうよ。お前ちょっと待って、ジョームと電話させろ。ふざけんなよお前。ていうの、お前らふざけんなよ。はい、騙されました。はい、車内であんなボロクソ言ってて。何か、ホテルは何言ってるんですか。車中泊という、ゴジラ号という、ガチゴジラくんがいるじゃないですか。俺やったら信じてもらえへんし。あ、もしもし、お疲れ様です。電話が始まる。ジョームと電話してる。何笑ってんすか。いや、予算握りしめてる。何笑ってんすか。しかもガチ1回分の予算しかないし。ふざけたこと言ってんじゃない。いや、俺全然用意してないですよ。なんか全然遊ぶ準備しかしてない。だって俺、場所とか全然決めてないです。この間、はっちゃん騙したからな、言って。構成とかも全然考えてないです。
これ知らないっすよ俺これ電話してる電話してるいや冗談だもういいです、はい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 、ごめん、ちょっと打ち合わせ中だからとか言って切られたか、現実に戻りましたか はい、それではですね、ここで、はい、田川監督から今回のガチトラベル in 静岡のオープニングいきますんで予算握りしめる、ちょっともう一回、お前らお前ら二人が決めてたバッチシですよ、もうそれ僕、徹夜で作ったんですから、前回よりきついぞお前ら、いや、いいよ、別にいいっすよ、もう全国いっぱいいるね、はい、ガチファンの人たちもが喜んでくれるんだったら俺は何でも今からでもやりますよ。なんかさっき言ってたんだ、話変わってきて いや俺はもう毎日ねやべえね、もうゴルフバッグ送るところからもうバカンス気分で、あれやっぱり回してたの、え、それはあの、それが俺がこれ編集すればいいんだな、全部あそこでバッチリ切ってやるからいやいや、そのまま山本さん渡しますから俺いや、俺がチェックしなきゃいけないだろいやいやいや、今回は常務仕切りなんであのまあ、田川さんはしっかり今まで通りあの心霊スポットに、まあ俺もね、24時間ね、ほんとみんなのためにね、考えてるわけ、こうやって喜んでくれるんじゃないかなとか、こうね、一生懸命頑張って謝っといた方がいいですよ、今誰に、皆さんにどうも、すいませんでした まあ、そんな感じで、あ、俺これ使えないんじゃないかな、もう音楽流れてたからさ、大丈夫です、そこは風景だから何とかしますさあ、気合い入れていきましょう、お、何も考えてないよ、ね、そこが田川寛太監督の腕の見せ所でございます。お前さんざんさ、もう二度と嫌だって言ってたじゃん。そんなわけないじゃないですか、そんなわけないじゃないですか、ガチトラベル、やっぱり続けることにね意義があるし、ファンの皆さんも待ってくれてはるわけで、ね、ましてやガチ田川軍団って言ってるわけですから、いや本当軍団あっての俺らだからね、はい、もう皆さんのお金を大事に使わなきゃいけないから、はい、なんかもうちょっと軍団の皆さんに言うことないんですか。何ですか。え、30分ぐらい前、田川さんはどういう人間であり、あれ回ってんの知ってたもん。え、知ってたんすか。だからああこうやったら盛り上がるだろうな、やって思ってたんで、いや、そういうことでそうだと思います、盛り上がってる、あ、こういった方が盛り上がるだろうなあえて茶番を演じたんですよ。そうですか、そうですか。あ、もう言っときますよ、これも茶番ですから、これもうみんながじゃ、もう田川さん信用できないですね。そう、何考えてるんですか、何考えてるんですか、何動揺してるんですか、あっしょ僕たちはね、走り続けない、いかないといけないわけで。そうだね、そうですね、うん、なんか話がよ、条件が良すぎるなぁね、カニいっぱい出てきたりね、温泉泊まれたり ね、ゴルフ行けたり、俺ね、昨日常務とお金をちょっともらったんですよ、はい、で、あ、俺の、いや、小遣いなんかいらないですよ、持ってますって言ったら、いやいや持ってけよって言ってね、で、チラッと見えたんだよ、紙が、はいはい、紙がほら、予算表が書いてあったんだよ、はい、色々、はい、うちはちゃんと出すじゃない、うんうんうん、走行距離いくらでこれ、ね、あれ何のあれ予算表かなこのガチトラの予算表でございましたちくしょう、なんであれ、うわ
さあ今日は行けるとこまでだって旅館に旅館にゴルフ箱を送れって俺はいいですよって言ってたけど、どうしても送れ送れって言うからさ、もう今頃届いてるんちゃいますか、奥さん多分引き取ってますよ。いやーでもゴルフ箱送って、すぐ送り返されましたね幻のバカンスさあ茶番はこれぐらいにしました、はい。皆さんこんばんは、ガチトラベルでございます、前回は前回はですね福島で、もう体がボロボロになったんですけど、今回から4週にわたりまして静岡編を、皆さんにお届けしようかと思っています。基本的にはですね、まあ伊豆とかね、まあそこら辺お手間にいっぱいあると言われていますので、そこを4週にわたってですねご紹介したいと思います。ついてこいよみんな。なんか後ろも緑やし、ファミリーマートの文字も緑やし、高橋さんも緑やし、緑ばっかりになってる。いいですわ、ね、ラッキーカラーは緑ということで。そうフラフラじゃないですかさあ、ありきっていきましょう。じゃあ、わっぱ飯も食えないってことだね、この予算じゃ。それはもう、田川さんにお任せします。いや、無理だよ。ええ、吉野家があるな。吉野家行きましょういやなまた松屋だよ、朝。あ、松屋じゃねえや、すき家だ。すき家また温泉じゃなくて人工温泉あー、もう行くぞ、あーちゃん。はい、行きましょう。次お会いするのは、はい、夜ですね。はい。え、どこだっけ動揺してる。次は夜でございます。夜でございますね。はい、それでは一旦失礼します。いやー、茶番を延々見てもらいました盗撮風とかね、あんなのやってですね、すいませんいや僕ね、本当は、まあ、途中でこれ失敗したなと思ったんですよ。なんか俺も白々しかったから、ね、うん、途中までうまくやってたかなと思ったんだけどちょっと長すぎたんちゃう。そうそう、課金の人にちょっと悪口を言ってるね、うん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 、ああいうダークなところを見せてる時点で、あ、これバレたかなっていうね。本来そんなこと言わないし思ってないからねあれ本当に言っててやってたら、もし待てたのとかいうのが本当だったら俺はカットしてますよ本当だったら延々茶番に付き合わされた皆さん、怒ってるかもしれませんけれども、無料課金だから黙ってろいや逆にありがとうございます。いやもうあれですけども、すっかり暗になりましたガチトラ始まりました。ガチトラベル、静岡編でございます。 in 静岡一発目、一発目でございます。福島でね、散々もう二度とやんねんって言って、ほんで僕もやらないつもりだったんですよ、本気で。ただですね、もういろんな人がいやーやってくださいやってくださいってメッセージ送ってくれまして、おかげさまでヒット御礼でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そういうの見せられたらもうやるしかないだろうという形で、もうガチドラはですね、もうシリーズ化するしかない。とじゃあどこだって言ったら、次は静岡に行こう、この前山だったからね、今回はもう海行こうじゃないかみたいな話なんですけれども、4週にわたってですね、静岡編をお送りしたいと思います。ただですね、次は夜って言って、今向かってるんですけれどもね、どこ向かってるかっていうのは勇気はないんですね。それはなぜかと言いますと、なぜですか。まあ大体ね、着いたのが5時頃、でまあいろいろね、それ以外でもなんか資料を調べたりとか一緒にやってましたよ。さあどのルートで行くかみたいなノリでね、作戦会議。でそれでもまだよくよく考えたら朝からずっとそういうことしてるんですよ、うん、2人で仕事してるわけですよ。労働条件的に考えるとですよ
もう5時、6時には終わっていいですよね、ひとまず1回。そう、そうですよね、うん、うん、で6時に1回終わって、ちょっと休憩しよう、うん、で、車で寝るか、うん、で、寝てからやるかと思ったんですけど、パチンコやっちゃったんだな、行っちゃった、うん、1パチ2人で1円パチンコ行っちゃったんですよ、車で寝といたらええのに ねなんか行ってしまう、なんか違うよねって、ね、こっからもずっとなんだから、ね、でもまたそのパチンコ屋がなんか活気あったじゃないですか。そう、元気でした。あ、元気なパチンコ屋さんで元気だったんですけれども、僕は3000円勝ちました。僕はですね、2600円勝ちました。イエーイということでだ、もうこれからね、ガチトラベル、トラベルって言ったらね、こんなことを言う人がいるんですよ。旅って言っててね、旅の雰囲気が全くないって、ね、言われてたわけですよ。まあ、やっぱりね、車載カメラもこれからやりますよ、多分。あとはやっぱり旅といえばですね、はっちゃん、食事や。そうですね、うん、旅の醍醐味は食事ですから、ね、でしょ、うん、ならですね、これからですね、食事をね、あなたがなってくれるんですね。あ、持ってますどうしましょう、ほっときましょう常務の電話を無視これから僕たちはです無視でーす絶対怒られるぞ後でお前らはな、うん、あの言ってました、お前らが心配で夜寝れねえんだよって言ってガチって言って、ガチトラベル、うん、ねえ、だからお前ら頼むから連絡だけはしてくれみたいな話をしてたんですけども、また怒られますけどもね、まあ何を言いたいかと言いますか、心霊スポット行く前にね、静岡といえば何ですか。静岡といえばお茶。お茶。うん、でまあこっちはもう伊豆とかです今ね。ああ、海の幸とか。海の幸ね。いいですな。行こうじゃありませんか、海の幸。行きましょうか。駿河丼とかね。ああ、そういうの食べたいですね。ああ、いいですな。しらす丼とかあるじゃないですか。なんせ僕は3000円買ってるから。僕も2400円だったら結構いい海鮮丼食えると思いますよ。ねえ、しかももうお小遣いは使ってないことになってますからね、結局。そうですね、買ったから、うん、元は戻ってきたんで。そう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 、だからですね、今俺たちは皆さん何を探してるかというと、そういう海の幸が食えるなんか店をね探してるわけだよ。もう福島とはえらい違いですな。福島の時死にかけてましたからね。死にかけてましたからね、本当に。どこやねんと。食欲が湧かない。予算が限られているから食うものも食えない。ねえ。だってこれは小遣いだもん。そう。そうなんですよ。そうでしょ、あっちゃん。ね。小遣い。そう。で旅の最中に起きた臨時収入。うん、当然トラベルの中でね。あるわけですよ。そうです、そうです。ああ、いや、そうですよ。だからあれなんですよ、今日はなんで勝たしてくれたか言うたら、うん、この間はね、そういう食事とか取れへんかったからね、はいはいはい、旅の醍醐味みたいなトラベル的なもんがなかったからね。はいはいはい、はい、そうです。今回はちょっとトラベル的なもんをって言って勝たしてくれたんやと俺は思います。なるほど。なるほど。さっきから探してるんですよ。いや、ほんとそうなんですよ、探してるんですけど、暗いな、店が。暗いぞ。いや、完全これ閉まってます、ここ。探せよ、探せよ。いや、なんだあれは。豚。豚。豚って書いてある。豚はいいんだよ。ラーメン。好きもんがない。サーティワン、アイスちゃうでしょそれ。おっと、来てるよ来てるよ来てるよ、ほらほらほら、干物って書いてる。あ、ほんまや。
干物って書いてある。来た、やってない。やってないというよりも、わあ、もう閉めてる。あれ一度あることは二度は。いやだ、好きや、嫌だ、マーコは。もうここまで来て好きやはないぞ。おっとわ、ラーメン屋だ。あー、鳥って書いてある。大黒屋七買取。入れるもんなんかない。入れるもんなんかない。なんもない。ラーメン屋ばっかりじゃないか。うまそうなラーメン屋なんですけどね。それは多分あれだな、夜遅いからラーメン屋なんだろうな。そう、うわ、本当だ。何もやってないわ。あー、ない。明日にするって言ってもさ、もう今日絶対肉食いたくないよね。絶対魚だよね。こんだけ魚の話してて、しかもね、静岡のこの沼津の、そうでしょ、諦めかけたその時があるじゃん。諦めかけたその時に、うん、今年の汚れ今年のうち。そう海鮮市場って書いてますよ、はっちゃん。ほんまや。ちょっと行きましょう、行きましょう。もちろんでしょう、行きましょう。はよ、信号変わって閉まってもらう、閉まってもらう、うん、海鮮市場に来て、うん、ここはもう海ですからね。海鮮市場ってあそこ。そう。いや、横の車もフライング気味ですから。うん、おー、慌てんな。狙ってるの、慌てんな。慌てんな。だから。まだ慌てんな。よっしゃ、ゴー。ゴーゴー。海鮮市場、海鮮市場。海鮮市場、タンパク大国。タンパク大国、シャブシャバイキング来たー。お、うわ、肉、これは肉じゃない、これは肉。浜焼き食べ放題、浜焼き90分来た、これでしょ。まだ電気ついてる。あ、やっぱり海鮮市場、イエーイ、これでしょ、浜焼き。うーい、いくらだ。2800円で買えた。来た、全然予算ない。ギリギリセーフ。セーフ、ギリギリセーフ。よしよし、食うぞ、悪いけど食べ放題って書いてあるから。よっしゃ、サザエなんかでも食べ放題か。なに、サザエさん虐殺、もう食いまくり、食いまくりっすよ。よし、待ってろ、もう磯の家全部食い尽くしてやるからな。よっしゃ、こっちの方が重要だよ。時間が、いや、みんなどうだ、どうだ、浜焼きっていうぐらいだから、やっぱり海のものでしょうな。皆さん、そうですよ。うわ、すごい、竜宮城みたいですよ。タイやヒラメの、ほらほら、ちょっとあそこから顔出しなさいよ、あなた。いや旅の醍醐味なんだから。これがお前やっぱり旅でしょう。いやー、いいですな。甘やき、あー、いいですな。これを行くんだ俺たちは今から。90分食べ放題、問題は時間だ。よし、はっちゃん行くぞ、魚を食いまくるぞ。高川さん、あれ、開かないよ。高川さん、え、開かないよ。嫌な文章を見ました。俺の浜焼き返せ。貝焼きって書いてるね。このガラスの向こうには浜焼きが待ってたのに。
ラーメン食いたいな。いやさて、ここからですよ、はい、勝負はここからでございます。ねずっと茶番やってますね、はい、俺言いましたっけガチトラ、皆さんこんばんはガチトラって。言ってないですよ。皆さんはこんばんは、ガチトラ始まりました。こんばんは、ここから本番です。もう茶番だけで1時間持たしてやったよ。茶番で1時間近くいって、もう超えてるかもしれないね、もしかすると。何がしたいねんって感じですよ。いやもう入っちゃってる、入っちゃった。あの夏休みですしね、夏休みですね、うん、そうそう、あのみんなにも楽しんでいただいて、いい形なんですけども。今食ったばっかりでね、そうちょっと込み上げてくるものがありましてね。あのなかなかうまく喋れないんでございますけれども、ガストラベル始まりました。4週にわたってですね、なんと今回ガストラ、これ言わなかった、さっき。いやもう一回言ってた。あまりにも茶番が多くすぎて構成忘れてんだよね。構成忘れちゃってさ、あれ言ったかなみたいな話なんだけど、まあもう、まあ、改めまってやりましょう。ガチトラベル、今週から4週にわたってですね、静岡、もう特に伊豆とかね、そういうところにいっぱい、心霊スポットがありますので、そういうところを回ろうと、いう形になっております。先日福島でね、本当に偉い目になっちゃったんですけど、いやほんまですね、おかげさまで皆さんすごい喜んでいただきました。ありがとうございます。ガチトラやめないでくれっていう意見がですね、もう結構メール来ましたね。ということで、ガチトラベル第2弾は静岡県を中心に回りたいと思います。さてほんで、さてほんでっていうのもすごくで、あれじゃないです、第1夜目をね、第1回目1回目でございます。ニラ山、要は伊豆の国市ニラ山というところに今日は、ガチトラベル第1弾行きたいと思います。でこの場所はですね、私もう2度ほど行っております、うん、妻目枝豆さんのね、たけし軍団の枝豆さんですね、はいはいはい、ビデオと、呪い場というね、DVD、作品ですね、2回行っております。恐怖の枝豆、はい。ほんでなんでわざわざまだガチで行くのかと、ガチの本線ではね、そんな何回も何回も行ってるとこなかなか行けませんもん。ガチトラベルならば紹介することができるんじゃないかと、うん、でもう一発目でもうどえらい、破壊力を持ったところを紹介したいと思います。実際僕は今ものすごく行きたくないです。なぜならばずっとあそこら辺周辺でね、まあ、はっちゃんも一緒にね、伊豆とか撮影一緒に行きましたけど、わざわざ遠回りになっても迂回して避けたじゃない、絶対にそこの近くには寄りたくない、というような、ところでございまして、ニラ山火葬場跡というところに今日は行きたいと思います。でもう散々茶番やりましたんで、ここからね、いやその次のカットからはですね、まあ、次のカットからっていうちょっといやらしい、もうそれが邪魔になるね。有料課金ね、有料課金の時にそこで一体何が起こったのかっていうのを説明、いろいろね、はい、話させていただこうかなと思ってます。ということですので、ここからは有料課金でございます。ニラ山火葬場行ってきます。